今日はですね、8月の27日ですかね、木曜日、今夜の9時ぐらいなんですけどね、一昨日亀山さんから預かったやつはもう種まき終わりまして、今日はですね、うちおらの花時期にですね、鳥取の方が亀山さんのところに見えまして、それで芝花の花をですね、5ポットほど持って行ったんですけど、それを交配しまして種をまいてほしいっていうことで、ここにね、封筒に入れて送ってきてくれました。あ、ちょっと今タブレットを持ちながらなんで、やりづらいんですけど、この中に多分種が入ってると思うんですね。ちょっとタブレット置きますね。こんな状態ですね。何って書いてないんですけど、これなんかはなんか茶色くなっちゃってダメそうですね。なんかこれもやけに茶色いですね。茶色いっていうか黄色いっていうか。つけてるんじゃないですかね。これもそんな感じがします。まあ、いずれにしても巻いてますけど、ちょっとなんか危なさそうですね。